おはようございます。どうもどうも、ライフバンクチャンネルでございます。今日はですね、久しぶりに、これ今外めちゃめちゃ雨降ってるんですけど、ドライバーさんの横乗りをします。前回の動画でマッサージしてる動画を出したと思うんですけども、最初にうーって言ってた、うめき声を出してたドライバーさん、あのドライバーさんがね、もうちょっと腰がやばいと、腰がやばいけど、だけどちょっと仕事に穴は開けられないということで、茶振りがしんどいらしいんですよ。だから茶振りを手伝いますよということで、久しぶりの茶振りをやっていきたいと思います。さあ、水野さん、おはようございます。おはようございます。大丈夫ですか？大丈夫です。めちゃめちゃやばそうですね、腰が。めちゃくちゃ痛いです。めちゃくちゃ痛そう。めちゃくちゃ痛いです。いや、もう起きるときは立ち上がれないですよ、寝てる状態から立ち上がれないですよ。間に合うか不安ですね。不安ですね。こんなに渋滞、ちょっと早く出たのに。この延着するんじゃないかっていうプレッシャーが一番、この仕事やってて一番辛いですね。一番嫌ですね。責任感ある人ほど嫌なんですよね、きっと。うわ、すごい渋滞。なんとか終わりましたね。お疲れ様でした。熱っ。いや、いい汗かきましたね。いい汗かいた。ここ何もやってないですか？やっとやってましたよ。ギャーギャー言いながらやってましたよ。よかった、なんとか間に合ってよかった。本当によかったです。もう本当に助け合いの精神、助け合いの精神。なんか向こうの会社のドライバーさん手伝ってくれましたね。めちゃめちゃ優しい。こういうなんか優しさの連鎖が起こってるんですよ、運送業界。助け合いの精神、他社ドライバーさんの助け合い。回します。ちゃんと運転してます。それで、はい、どうやってこの、ああ、じゃあそれがトラックドライバーですか。肩までまくり上げて。恥ずかしい。嫁に怒られる。いつもご飯はどうしてるんですか？あ、弁当ですね。あ、弁当ですか？弁当。朝食べてきて。朝は、煮卵。煮卵から2つ持ってきて、いいですね。ソイプロテインですね。ああ、いいですね。マッスルになる、マッチョ。筋肉もありますけど、違うものもいっぱいついてますね。ちょっと気をつけなんですね。いや、かっこいい。ドライバーは腹出てきますからね。こういうのが腰痛の原因になったりするんですか？ああ、そうだそうだ。腹筋で支えれないから、後ろと前のバランスが悪くなって腰痛になりますね。だからちょっと痩せないかなと思って。痩せないかんですね、はい、だから食生活も見直さなきゃいけないと思ってます。そうですよ。逆に食べちゃい、これは食べちゃいかんっていう食べ物、ラーメンとかですか？ラーメンはダメですよね。カレーは良くないですか？カレーも良くないですね、まあ、適度にならいいんじゃないですか。1日の総摂取カロリーのうちの 15% が脂質だと一番いいらしいですよ。ちょっと難しくてもわからんすごめんなさい。まあ、いつも言うように晩ご飯はお米じゃないと気が済まない。あ、そうやったそうやった。晩ご飯にピザとかカレーとかダメなんですね。カレーなんはダメなの？ダメなの？カレーなんはダメです。カレーライスですよ。でも嫁さんとか食べたがらん？食べたがりますけど。こんなの食べたい？ありえないです。晩ご飯に、なんとかピザとか、そうはありえないですよ。でも嫁さん側からしたら、それはありえないということがありえないっていう、そうなっちゃうよ。そうなんですよ。もう日本人は米ですから。もうこのグローバルな時代で日本人とかもいいんだよ。朝はもうちょっと時間がなかったりするもんで、トースターでパンを焼いたりとか、それでもいいんですけど、バッグパンは一日働いてご褒美ですから。夜は米食わせろと。米ですね。ピザいい。たまにはいいじゃないですか。ピザとコーラで晩ご飯終わりって。ダメです。ダメなの？じゃ晩ご飯でケーキ出てきたら嫌じゃないですか。ケーキとピザ一緒？一緒です。いやいや、それ一緒っていうなら、じゃあハビバスデートゥーユーでピザにロウソク立てて持ってくよ。それはヘリクス。ヘリクス？なかなかこれは決着つかんな。決着つかないですよ。晩ご飯にラーメンはいきます。ラーメンはいいんだ。ラーメンはいいです。ラーメン、うどん、そば。あの辺はいいんですか？あの辺はいいです。いや、ただ、うどんとそばの場合は白ご飯必要です。は？
白ご飯行ってます。いる、はい、それはいらんでしょう。それはいらん、いらん、いらん、いらん。うどんとそばはおかずですから、ね、ラーメンは、はい、ラーメンはもうあれだけで満足感があるので、ね、完成された料理です、ね、完成してます。全て入ってるから、もうスープに炭水化物に野菜、野菜でも持ってくれて、野菜、ラーメンのネギを野菜って言い出したらもう終わりですよ。あんな、何この雨すごいっすね、すごい雨、前が見えないっすね、すごい。メタボがすごいですね、もうやばいっすね、うわすごい。この年もサービスエリアでコーラ買ってきたやん、痩せたいって言って、こんなもん一番飲んだらいかんやん、お茶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 飲まんと。いや、お茶は寝受け覚ましにならないんですよ。なるって、なるって、カフェイン入っとるから。カフェインなんか使用しないっすね。濃いから、カフェインなんか使用しないっすね。いや、それもカフェイン入っとる。そんなもんダメだよ、飲んだら飲んだ分だけ太ったら。いや、腹撫でる人はもう出るだよ。さあ到着しました、今日の仕事は終わりです。お疲れ様でした。お疲れ様です。あ、田中さん、あれ田中さん一緒にキャバクラ行くか今から。